FC ボルスクラ・ポルタバは、ウクライナのポルタバをホームタウンとするサッカークラブ。1955年、ポルタバでファイとして設立された。1982年、クラブは破産した。1984年、クラブ名は、ポルタバのボルスクラ側に由来するボルスクラに変更された。1992年の、ウクライナプレミアリーグ創設時は、 ウクライナファーストリーグに所属していたが、1995から96シーズンに2部で優勝し、1996から97シーズンにプレミアリーグ初昇格を果たした。プレミアリーグ1シーズン目に3位になり、UEFA カップ1997から98出場権を獲得した。1997から98シーズンは、 UEFA インタートとトカップ1998出場権を獲得したが3回戦でホルトゥナシッターとに敗れ2シーズン連続の UEFA カップ出場を逃した2003年ウクライナ国営天然ガス会社のナフトガスがスポンサーになりクラブ名はボルスクラナフトガスに変更された2005年にはボルスクラポルタバに変更された2009年 ウクライナカップ初優勝を果たし、クラブ史上初の主要タイトルを獲得した。決勝戦で FC シャフタールドネツクに力例で勝利した。カップ戦優勝チームとして出場した、ウクライナスーパーカップは、プレミアリーグ優勝の FC ディナムキエフに、PK 戦で敗れ、準優勝に終わった。2011年、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12で、グループリーグに進出した。 欧州カップ戦でグループリーグに進むのはクラブ史上初である。1当時の勝ち点は勝利に引き分け1。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。